今回は開国府大名槌のスキル蓄積時攻撃強化の効果を検証していきます。みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。スキル内容は攻撃がヒットした時に毒、麻痺、睡眠、爆破、元気のいずれかが蓄積すると攻撃の威力が上がる。かっこ元気は弾や瓶での蓄積値のみ有効。各レベルで威力の上昇量が変化し、加算ではなく増算となっています。蓄積するととはどういうことかというと、剣士で攻撃した時その属性のエフェクトが発生することがあります。爆破の場合はこんな感じのエフェクトです。火や氷といった属性の場合は基本的に常に攻撃に乗ります。一方状態異常の場合は3回に1回程度が発動となっており、少し勘違いしやすい部分です。ちなみに各状態異常で100回攻撃した場合の発動回数はこんな感じでした。ここにゴールドルナシリーズのスキル状態異常確定蓄積の条件を満たすと 100% 発動となります。では麻痺状態のモンスターに対して効果は発動するのか。状態異常中のモンスターに対して状態異常の蓄積が行われないのがモンハンの仕様です。これを許してしまうと常時麻痺や睡眠といったことが可能になってしまいます。ただし毒に関しては仕様が違い、常に蓄積する仕様となっています。それでは実際に試してみます。現在使用している武器の上段突き2までは36、上段突き3が45です。攻撃が発動して数字が分かりにくいですが、状態異常中でもダメージがアップしています。つまり説明文の蓄積するとではなく、状態異常のエフェクトが発生した時が正しいです。これが何を意味するかというと、例えば状態異常が無効のモンスターや元気の効果がない交流に対しても有効ということになります。この効果の恩恵を最も受けるのがスラッシュアクスの元気瓶です。元気瓶は 100% 蓄積という仕様のため、常に効果を発動させることが可能になります。弓の場合は瓶の数があるので常にとはいきませんが、無属性弓で状態異常瓶が多くつけられるものが強くなります。ただし討伐までに確実になくなるため、実戦向きとは言えないかもしれません。剣士の発動率を考慮した時の補正はこのようになります。体験やハンマーといった一撃が大きい武器の場合、3分の1を外した時はかなり損するため相性は悪いと言えます。基本的に手数武器との相性が良く、状態異常確定蓄積の恩恵を受けられるゴールドルナとミズラの組み合わせがおすすめです。ちなみに翔太郎を正面に投げ即回避すると簡単に発動できます。ただしマルチだと仲間を吹き飛ばすので注意が必要です。どうしても使いたい場合はスタンプで翔太郎回避を使いますと準備しておくといいと思います。以上が蓄積時攻撃強化の検証でした。